今日は暇だな。暇な時はヒカキン TV でも見よう。うわぁ、なんじゃこりゃ。バカキン TV エビです。なんだよバカキンって。ヒカキンみてぇなやつが YouTube 始めてるよ。ブン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 が長えな。ブンブン言って8回よ。ハロー TikTok。 YouTube だから。今日もめんどくさいけど始めていこうかな。ぐーたらするんじゃないよ。今日紹介する商品はこちら、任天堂スイッチ。どこがだよ、ジジキンのメガネじゃねえかよ。これは折っちゃいます。その方がいいよ、あのメガネ滑ってるから。今日紹介するのはまずは任天堂スイッチ。ようやくちゃんとした商品紹介っぽくなってきたぞ。これをノコギリで開けちゃいます。手で開けていけよ。真ん中から一気にいっちゃいます。なんで真ん中行くんだよ、端を切れよ。なぜか本体が真っ二つ、なんで。ノコギリで切っちゃうからだよ。ほんとバカだな。失敗しちゃった、てへへ。でももう一個あるから大丈夫。本体2個も買っちゃってんのかよ、そんないらねえだろ。箱をツバで柔くして開けていきます。時間めっちゃかかるだろ、手で開けろよ。本体出てきました。この2つのコントローラーを本体につけます。それ本体じゃないよ、なんか目がいっちゃってる丸尾みたいなのも出てきたよ。本体はこっちだった。ここにコントローラーをつけます。コントローラーは横につけろよ。それでは釘でくっつけていきます。そんなことしなくてもくっつくよ、画面割れちゃってんじゃん。でももう1台あるから大丈夫。3台目、こいつ金持ちなのかよ。それでは本体にコントローラーをつけます。多分コントローラー左右逆につけちゃってるよ。そして今日やるソフトはこれ、なんて読むんだったっけ。スマブラも読めないのかよ、カタカナ読めないって小学生以下か。それでは開けていきましょう。思いっきりいっちゃいます。豪快にいったな。開け方の派手さは YouTuber っぽいけどね。でもソフト大丈夫か。それではこのソフトを本体に入れて画面に映してみましょう。画面ザーザーになっちゃってんじゃん、ソフト壊れちゃってんじゃん。何この画面、めっちゃ面白い。これで楽しめんのかよ、こいつバカだな。それではまたお会いしましょう、こんにちは。さよならだろ。でもこいつの今後が気になるな。もう癖になっちゃった、また見ちゃいそう。暇だな。暇な時はキッズだからヒカキン TV を見よう。うわー、バカキン TV エビです。またバカキンが動画を上げてるよ。ブン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 。へえ、こきすぎだろ。焼き芋の食べ放題でもしたのか。ハロー TikTok。 YouTube だろ、ほんとバカだな。めんどくさいけど今日もやるか。だって話をしろ。今日はペットを飼ってきたよ。こんなやつにペット飼えんのか。僕が飼ったペットは猫です。どこが猫なんだよ、パンの袋止めるやつじゃねえかよ。名前は丸尾って言います。見た目どっちかって言ったら四角王じゃねえかよ。全然キャットフードを食べてくれません。当たり前だよ、猫じゃねえんだから。噛まれたらめちゃくちゃ痛いです。噛んでんじゃなくて挟まれてんだろ。悪いことしたらダメでしょ、お仕置きだ、えいって割れちゃった。丸尾が死んだよ。泣くことじゃねえだろ、またパン買ってこえばついてくるよ。2代目の丸尾を買ってきたぞ、こちら。それ人間だからペットじゃねえよ。全然キャットフード食べてくれないな。人間だから食わねえよ、腹減りまくってたら食うかもしんねえけど。じゃあ遊ぼうか、ほら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 、全然食いつかないな。当たり前だろ、まだ猫だと思ってんのか、バカすぎるだろ。ああ殴られちゃってるよ。おい、どこ行くんだよ、逃げられちゃったよ。
マールを帰ってきたよ。逃がした方がいいよ。誘拐で捕まっちまうぞ。三代目マールを買ってきましたよ、こちら。ようやく猫になったよ。一代目も二代目もキャットフード食べなかったから、もっといいご飯がいいんだろうな。違うわ。単純に猫じゃなかっただけだわ。ステーキセットをお食べ。人間より豪華な食事になってる。熱々のお肉触って熱がってるよ。猫舌だからこんなもん食べれないからね。よし、マルを遊ぼう。ニンテンドースイッチだよ。こんなので遊ばねえよ。2代目のマルオにプレゼントしろよ。画面を爪で引っかきまくってるよ。壊れて爆発してる。とんでもねえバカご主人だな。マルオが飛びついてきた。かわいいな。顔めっちゃ引っかかれてる。こんなご主人やだもんね。顔面傷だらけだよ。あー気持ちいい。痛いだろ。バカだよほんとこいつ。マルオは今から逃がすので、また次回お楽しみに。なんで逃がしちゃうんだよ。もうこいつは二度と見ないでおこう。今日は暇だな。ヒカキン TV でも見よう。うわぁ、なんじゃこりゃ。バカキン TV、エビです。またこいつが出てきたよ。ブンブン、ブンブン、ブン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 。何回やるんだよ。ブンブンは一回でいいよ。ハロー、ニコニコ。 YouTube だろ。ニコニコなんてもうオワコンだよ。今日は引っ越しをしたいと思います。よく引っ越す金あるな。こいつ意外と金持ちなんだよな。今回引っ越すお家がこちら。犬小屋じゃねえかよ。意外と寝心地がいいですね。絶対良くないわ。しかもよーく見たら名前バカキソって書いてあるじゃないかよ。自分の名前も書けないなんてほんとバカだな。あれ、前に住んでた人が来ましたね。人じゃなくて犬だろ。ずっとこっち見てますね。うわぁ、噛まれた。今もまだそこに住んでんじゃないの。仕方ないから違う家にまた引っ越します。噛まれて怪我しちゃってるよ。さあ次に引っ越すお家はこちら、体育館です。それ家じゃねえから。しかも見た目かまぼこみてえだな。めちゃくちゃ広い家で嬉しいです。早速寝たいと思います。おやすみなさい。あれ、なんか騒がしいな。1、2、1、2、1、2。部活の朝練始まっちゃってるじゃねえかよ。ボールがすごい飛んでくるので引っ越ししました。せめて体育館倉庫とかに住めよ。どっかの家を借りるのは大変なんで思い切って家買っちゃいました。なんでそんな金あるんだよ。絶対宝くじ当ててるよ。それでは家の中に入ってみましょう。入ってすぐにお風呂があります。なんでそこに風呂作ったんだよ。邪魔くせえだろ。帰ってきてすぐお風呂に入るのはいいですね。服脱げよ。お風呂を出ると次はリビングです。なんでリビングの真ん中にトイレがあるんだよ。うんちしながら見るテレビは最高ですね。うんち臭くて最低だよ。次はトイレです。リビングでうんちするから意味ないだろう。僕の家のトイレはこちら。ただの穴じゃねえかよ。縄文時代か。開放感があって気持ちいいですね。うわあ。穴に落ちちゃってるじゃねえかよ。次に食卓を見ていきましょう。うんちまみれになってるじゃねえかよ。食卓はこちら。なんで椅子はすべてトイレなんだよ。ここで食べるご飯は最高ですね。それご飯じゃなくてうんちだよ。ほんとバカだな。さあそろそろ寝ましょうか。寝るときは外に出ます。なんで外なんだよ。こちらでぐっすり寝ます。どんだけ犬小屋大好きなんだよ。それではまたお会いいたしましょう。おはようございます。おやすみなさいだろ。ほんとバカすぎだよ。もう絶対次回は見ないでおこ。今日はバレンタインか。じゃあヒカキンもバレンタイン企画とかやってるかな。見てみよう。なんだこいつ。バカキン TV、 エビです。なんでヒカキン見ようとしたらこいつが出てくるんだよ。ブーン、ブーン、ブーンが長えな。その間にチャンネル変えちまわれるぞ。ハロー、ツイキャス。 YouTube だろ。そんなのもあったな。
今日はバレンタインということで手作りチョコを作ってみたいと思います。おっさんが作るチョコはあんま興味ないな。まずはチョコを探しに山に来てみました。なんで山に来たんだよ、スーパーに行けよ。ここら辺にチョコの元がいるんだけどな。あ、いました。それはイノシシだよ、チョコの元じゃないよ。茶色くてチョコっぽいですね。こっちに向かってきました。止まれ。うわー、イノシシにがっつり引かれちゃってるよ。気絶しちゃってるよ、大丈夫か。夜になっちゃってるよ、どんだけ気絶してるんだよ。ああ、よく寝た。こんなとこで寝ちゃってたけど、なんかあったのかな。イノシシに引かれてたんだよ、覚えてないのか、バカだな。さあ今回チョコの元をちゃんと取れるように麻酔銃を持ってきました。これってちゃんと効くのかな。うん、わぁ、麻酔舐めて眠っちゃってるよ、ほんとバカだな。いつの間にか朝になってるよ。ああ、ぐっすり寝ちゃってたよ。今度からここで寝ようかな。なんでこんなとこでぐっすり寝れるんだよ。さあそれではチョコの元をゲットしましょう。麻酔銃で捕獲成功。ようやく捕獲できたのか。チョコの元じゃないけどね。こいつを家に持ち帰って吊るします。こっから何が始まるんだ。チョコの元の下にバケツを置いてお腹を押すとお尻からチョコが出てきます。うんちだよ、取れたてほやほやのうんち。ちょっと味見してみましょう。いただきます。あまりのまずさに気絶してるじゃねえかよ。ああ、よく寝た。なんか口の中が臭いけどな。毎回何があったか覚えてねえんだな。それではチョコを火にかけて水分を飛ばしていきます。よくうんちグツグツできるな。なんか部屋中が臭くなってきたな。うわ、あまりの臭さに気絶してるじゃねえかよ。今回どんだけ気絶するんだよ。ああ、よく寝た。気持ちよく寝れたな。今度から気持ちよく寝たいときはうんちの香りを嗅ごう。とんでもねえ爆発源だな。アロマ効果なんてないよ。それでは水分の飛んだチョコを鍋から出して形をハートにします。よくうんち触れるな。これでカカオ 75% のチョコが完成。最近のチョコみたいな言い方するな。うんこ 75% だよ、っていうかうんこ 100% だよ。お味はどうかな。いただきます。うわくさ、うわひどい、うわ今にも吐きそう。あーでもあーが癖になってきた。あーこの臭さが癖になる。うんちにハマっちゃってるじゃねえかよ。あー美味しかった。うわまた気絶しちゃってるよ、しかも魂出ちゃってるよ。それではまたお会いいたしましょう。バーイ。魂抜けちゃったし、このチャンネルももう終わりだな。今日は暇だな。暇な時はヒカキン TV に限るね。よし見よう。うわー、バカキン TV エビです。またこいつ出てきた。ヒカキンの動画タッチしてんのになんでこいつのチャンネルに行くんだよ。うんぶうんぶ、ハロー YouTube。 ブンブンだろ、ブンブンを逆から読むなよ。めんどくさいけどやるか。バカな上に態度も悪いんだよな。今日は800万円分の偽札を使って家具を買うぞ。偽札はダメだろう、犯罪だぞ。こちらのリサイクルショップバカで買い物してくぞ。絶対に入っちゃいけない店の名前だな。しかもリサイクルショップじゃなくてリサイクルチョップだったぞ。それでは買ってきたものを紹介しよう。椅子を買ってきました。椅子の足の長さが違って不安定だぞ。では座ってみよう。なんかグラグラするな。うわー、買う前に一回座って試しとけよ。さあ次買ったものはこちら椅子です。この椅子は普通に見えるな。こちらキラキラしてて大理石でできてます。めちゃくちゃ硬えのかよ、座り心地悪すぎだろ。座っているとお尻が痛くて柔らかに膨らんでたお尻がぺったんこになっちゃうよ。体に悪影響出ちゃってるじゃねえか。こちら790万円しました。これでほとんどのお金なくなっちゃってるじゃねえか。他にもいろいろ買ってますよ。こちらの赤いソファー、今度こそ普通の椅子かな。こちらふわふわでバネみたい、座ってみるとバヤヤーン。
なんか一瞬外見えた気がしたけど。弾力ありすぎだろ。座るたびに屋根破壊してたらたまんねえよ。続いて紹介するのはこちら、椅子です。どんだけ椅子買ってくんだよ。お前なんかずっと洋式便所に座っとけよ。こちら人間をダメにする椅子です。あの柔らかくてグダーッと座っちゃってて何のやる気もなくなっちゃう椅子ね。柔らかくて沈んでいってなんかチクッとする。なんでだ、中にトゲトゲが入ってる。本当に人間がダメになるところだったぞ。続いて買ってきたのは机。ようやく椅子じゃなくなったよ。それにしてもダサいデザインだな。この机なんとガタ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 震えるたけしデザインです。机はどっしりしてなきゃ困るんだよ。たけしデザインだから髪の毛の金髪、肌色、シャツの白なのか。ダサすぎだな。他にもベッド買ってきました。ベッド補正な、平均台みたくなってるじゃねえか。ここに布団を敷いて。布団はみ出してるじゃねえか。おやすみなさい。横向きでしか寝れないよ。疲れ取れねえよ。さあ続いてはスタンドライト、マイクラの松明風松明。マイクラの松明風ライトじゃなくて、もうそれただの松明じゃねえか。明るいだけじゃなくあったかいって倒れちゃった。うわあ、家が燃え出した。衝撃映像だ。どうしよう、家が燃える。こうなったらふわふわソファーで脱出。なんとか助かった。家が燃えただけでよかった。よくねえよ。ものすごい映像だったけど、もうこいつ見るのやめよう。今日は暇だな。ヒカクラでも見よう。うわー、バカキン TV エビです。なんでヒカキンって検索したらこいつ出てくるようになってんだよ。ピンピンハロー YouTube ブンブンだろ。なんだよピンピンって、締まりねえな。それでは今日は初めてのマイクラやっていきたいと思います。バカがうまい建築とかできるのかな。マイクラって白で挟んだら黒くなるゲームかな。それはオセロだよ。ヒカキンのオセロニアの影響を受けちゃってるな。あ、なんかいる。俺をあの穴に落としちゃおうかな。ほら、ここに落ちたらびっくりするだろう。で、自分が落ちちゃったよ。どうやってこれ戻るんだ。水の中歩いてるよ。すごいな。あ、泳いだりもできるんだ。なんだ、友達か。こんにちは。スキンシップを取ってて楽しそうだね。これはなんていう遊びなんだい。あ、死んでしまった。だってどういうこと。どう考えたってダメージ食らってる音してただろう。しかもあんな気持ち悪いやつが友達なわけないだろ。ゾンビに倒された。あいつゾンビだったのか。あんなに可愛い見た目だったのにな。可愛くはないだろう。感覚もバカになっちゃってるよ。こうなったらゾンビにリベンジだ。絶対に倒してやる。で、これってどうやって攻撃するんだ。もう適当にボタンを押すしかないくらえ。なんだこれ、ヒップアタックかな。俺の硬いケツをくらえ。それ攻撃じゃないよ。ヒップアタックを攻撃にするゲームなんてないだろ。かなりこの攻撃にビビってるんじゃないのか。とどめだ。やられちゃったね。溺れて力尽きた。あ、こいつ泳げないのか。違うよ、水の中にすぎて呼吸できないんだろ。武器とか持ってないのかな。お、なんか削れたぞ。お、なんか持ってる。ようやく武器をゲットしたぞ。これで叩けばいいのか。行ってきます。それ土だけどね。一回マイクラの動画見た方がいいんじゃないの。武器をゲットしたから今度は勝ってやるぞ。ゾンビ出てこい。あれくらえ。俺のこの武器をくらえ。何を持ってるのかわからんが、この武器で絶対に倒してやる。いっぱいいるな。武器に恐れをなして人数でかかってきたが、くらえって。またやられてしまった。なぜ武器が効かないんだ。それが武器じゃないからだよ。そんな四角い武器ないだろう。何度も何度もやられてしまったし、もう諦めるか。
こっちの陸の方を進んでみよう。今のうちにベッドとか作った方がいいのに知らないんだろうな。あそこになんかいる、こいつは敵か？攻撃をしてこないから違うか。ただの鳥だろう。化け物かどうかの判断もできねえのかよ。こんなところに穴がある、ちょっと入ってみよう。何なんだろうこの穴って。暗いよ。どこにいるんだかわけわかんなくなっちゃったよ。松明持って入んなきゃダメだよ。何やってんだよ。戻れなくなっちゃったよ。どうしたらいいんだろう。あ、あんなところに光があるな。出口かもしれないな。やった、なんだこれ。死んじゃったよ。綺麗にマグマダイブしちゃってるよ、バカだな。溶岩に飲み込まれた。だってなんじゃそりゃ。溶岩って美味しいの？美味しくないわ。そんなことも知らねえのかよ。今度は雪山の方に行ってみよう。こっちには何があるかな。この白いのはさっき攻撃してこなかったから友達なのね。よろしく。雪山にはこいつがいっぱいいるんだね。どうも。こっちにもいた。どうも。よろしくね、僕バカキン。こんな雪の中、半袖で大丈夫かな。でも、こいつも僕と一緒で風邪ひかねえんだろうな。やっぱりバカって風邪ひかないんだ。雪山を登ってみよう。登山だ登山。エデベットだエデベット、エデベットを登るぞ。もしかしてエレベストのことかな。すごい名前の間違い方してるな。登ってたらまた友達がいた。どうも。って攻撃してきた。なんでこいつ敵だったのか。そしたらこっちだって攻撃仕返してやる。クライクライクライ、どうだ俺の攻撃ってやられちゃった。いいタイミングで穴に落ちたな。高いところから落ちてもダメなんだ。確認のため高いところから落ちてみよう。ここからジャンプすると、本当だ、ダメージを食らった。こいつ結構弱いやつなんだな。あ、また友達が現れた。どうも。何して遊ぶ。って攻撃してきた。こいつも敵かよ。この野郎倒してやる。僕の攻撃を食らえて全然前に進めない。こいつめちゃくちゃ強いな。負けちゃいそうだ。こうなったら一旦ここに隠れよう。ここに隠れればバレないと思うからな。角に隠れよう。やられちゃったよ。武器も持たずに敵に攻めて行き過ぎだよ。早く作業台作ってくれよ。またなんかいるぞ。こいつは友達かな。どうも。膨らんで爆発した。どう見たって化け物だろう。仲間なわけないじゃん。今のめちゃくちゃいいわ。もう一回見ていただきましょう。めちゃくちゃ気持ちいいな。なんで気持ちいいんだよ。やられてる映像だぞ。もっと見たくなってきちゃったよ。337拍子のリズムにするなよ。スローにしても楽しいんじゃないかな。もうこれ以上爆発のシーンはいいよ。それでは見ていただきましょう。どうぞ。お前のスロー映像かよ。そんなの見たくねえよ。ああ間違っちゃった。爆発のスロー映像どうぞ。音が先で映像が後なんだね。雷とは逆なんだねって、どうでもいい情報だよ。なんか楽しかったし、あいつ見つけたら毎回爆発してもらおうって。ゾンビ軍が攻めてきている。こうなったら戦うしかないな。やっつけてやる。くらえ。こっちだってやるってとこ見してやるって。やられちゃったよ。まだまだ行くぞ。次こそ倒してやる。どうだこっちの攻撃は結構効いてるんじゃないのか。2体じゃつらいが頑張って勝ってやるぞ。よっしゃ追い詰めてるぞ。お前は水に戻ってろ。よし次はこっちだ。またやられてしまった。でもまだまだ行くぞ。どっちだったっけ、わけわかんなくなっちゃったよ。あ、こっちか。今度こそ倒してやるぞ。どうだ、そろそろやられてもいいんじゃないのかって。こっちがやられてばっかり。っていうか何度も何度も復活してきて、こっちの方がゾンビっぽいな。ゾンビ頂上決戦だ。普通のゾンビか何度もやられるゾンビか、どっちが強いか勝負だ。相手もビビってるだろうな。
何度も何度も倒してるのに復活してくるなんてめちゃくちゃ怖いはずだ。残りは1体か。武器を持ってるからめちゃくちゃ強いんだよな。でもこっちは何度でも蘇るからね。ようやく倒したぞ。やられすぎだろ。こんなにやられてる映像見たことないよ。また洞窟に行ってみちゃおうかな。やめとけよ。さっきマグマダイブしただろ。この穴なんかいいんじゃないのかな。降りてみよう。よし、どんどん先に進め。あれ、全然先に進まなくなっちゃった。どうしよう、行き止まりだ。戻りたい、戻りたいけど戻れないよ。最悪だ。ここで一生暮らさなきゃいけないのかな。結局こんなことになるんだからやめとけよ。こっからどうすりゃいいんだろう。暗がりをただただ楽しむゲームになっちゃうのかな。腹減ったら死ぬっていうの知らねえのか。暗くて何が何だかわからないけども、どうにかもがいて外に出てみよう。諦めたらそこで終わりだ。もう諦めろよ。こんな暗い中で何やったってもう無理だよ。暗くてよくわからないけども、これケツ出してる？ヒップアタックやってる？そんなことやっても意味ないよ。今からこのゲームはこの暗闇をただただ楽しむゲームにしたいと思います。ダメージを食らった。もしかして敵か。倒してやる。倒すなよ。やられて元の位置に戻った方がいいだろう。絶対に負けないからな。ああ、やられちゃったよ。なんでケツ出してんだろう。お前がケツ出す動きやってたんだろうが。というわけで今日はこの辺で終わりにしましょう。マイクラめちゃくちゃ楽しいな。マイクラの醍醐味何もやれてないよ。っていうかどこにいるんだよ。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。どんな終わり方だよ。ヒップアタックしながら落ちてくって何なんだよ。あれ、しかもまだ終わりじゃない。クリーパーの爆発シーンはもういいよ。何なんだよこれ。もうこのチャンネル見るのやめよう。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。